ここで開会にあたり祭りの場所実行委員金賞会錦優勝よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。今日はちょっと今の時間身内でお楽しみということで今年もいろいろね重ねてきまして、松井田ワッショイもおかげさまでもう17回になりました。先月はね長寿さんの方でも16回だったんですけど、その数にびっくり。でもそのほとんどにスイートポテトさんがねご出演いただいてるんです。あのきっかけのサイレンジのところから本当にこう皆さんとのご縁があっての松井田ワッショイだなってつくづく感じる今日でございます。今日もよろしくお願いします。で日舞の方がありまして、その後よさこいと展開になっておきます。カメラマンさんもいつも一日よろしくお願いします。じゃあすいません、松井田ワッショイの掛け声を一つよろしくお願いします。いきますよ、松井田ワッショイスタートお願いします。はい、元気よくスタートいたしました、松井田ワッショイ。さあそれではまずはじめにオープニングを飾っていただきますのはスイートポテトーズの皆さんによるオカリナ演奏です。皆さんねいつもはピンクの帽子をこの目印に参加してくださってますが、今日はなんとこの黒色の翼のあるこの帽子、これね手紙だそうです。素敵なお帽子をみんなでお揃いっていうのがいいですよね。はい、それではね、皆さんの心もきっと温めてくれること間違いなし。さあ準備はよろしいでしょうか。はい、それでは、スイートポテトーズの皆さんです。どうぞ拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。スイートポテトーズです。これから演奏するので聴いてください。プログラムでは春よ来い、赤いハイヒール、咲いたろ節、愛の花、さらい、栄光の架け橋になっていますが、上の赤いハイヒールと春よ来いはやりませんので、次の下の4曲をやります。聴いてください。はい、それではですね、曲順がちょっと変わります。はい、それではまずはじめに咲いたろ節、それではお願いいたします。節です。
ありがとうございます。斉太郎節でした、はい。続いては愛の花、それではお願いいたします。ありがとうございました。愛の花でした。いつもはね、曲の順番を紹介してくれる素敵な方がいらっしゃるんですが、本日お休みということで私が紹介させていただいております。はい、それでは続いての曲はサライ。それでは皆さんお願いいたします。
ありがとうございました。サライでした。それでは、本日は7人で、曲を弾いておりますが次の曲が最後の曲となります。栄光の架け橋、はい、頑張りますということで、それでは最後の曲、栄光の架け橋です。お願いいたします。